そういう感じでですね、まあ、今本当に一瞬でしたけども、これインスタのですね、あのスライドショーで今ご紹介をさせていただきました。今このカリスママブリット本講座のね、詳細を書いたページがあるんですけどもね、これをね、あのカリスマワビと本講座というふうにね検索していただくとね、あの出ますんでね、ぜひ見てください。ここがもう今本当に僕が今活動している、まあ、集大成ね、二十何年このコミュニケーションメイクっていうのをね作り上げてきて、それをですね、まあ、和歌山でずっと最初は活動してましたけども、今は全国的にですね、このスキルを伝えていただける認定講師を 3,4 年ほど前からね募集をしまして、そこからね、今ようやくですね、10人というところになってまいりました。まあ、とにかく常にね、僕はこのコミュニケーションの力が大事ですよっていつもね、お話をしています。で、このコミュニケーションメイクは、印象学、人相学、心理学、コミュニケーション学、脳科学を融合した業界初のメイク概念と一生もののスキルですと。はい、でメイク、もちろんメイクを通じて、楽しいですよね、メイクってね。そのメイクっていう、楽しいメイクっていうスキルをうまくそのね、いろんなところに融合させています。例えばプライベートであれば、異性に好かれる顔になれるとかね、異性に飽きられない顔になれるとかね。で、子育てされてる方だったら、子供さんが安心して過ごせるお母さんの顔になったり、旦那さんが稼いでくれる顔になったりとね。まあ、こういうあのノータイプメイクでですね、いろんなあの相手に潜在意識的に好かれる顔を作れるという、これがまあプライベートで、ビジネスにおいては、まあ、来てほしいお客様のご縁を引き寄せる集客であるとか、制約率を上げる、そういう顔になれる、まあ、ブランディング、まあ、いろんな業界の方々いらっしゃいますけども、その業界の自分に合ったブランディング法、それを作る顔、それを自分でできるようになるんだよね。こういったことをまあ学んでるわけですけどね。まあ、各都道府県に各1名を目安。あの東京とかね、名古屋とか大阪とかね、まあ、福岡、大都市というところをまあ1人っていうのはあれですけども、まあ、本当に、和歌山とかね、まあ、岡山、まあ、大都市ではないですよね。まあ、そういうところはまあ原則1人ということで、江口博美さん、大阪、荒堀智子さん、富山、有原直子さん、そして静岡、中澤よし子さん、名古屋、中村明子さん、そして岡山、利根川しおりさん、兵庫県、重村雅子さんで、名古屋3人目でね、頼永富士子さん、そして神奈川、ね、横浜ですね、田島雅美さん、そして、福岡、はい、篠田彩花さんと、そして東京に先日、まあ、こうちょっともうじきアップしますけども、男性メイクアーティスト初めてなんですね、はい、大平直樹さんがですね、ここに登場してもらってます。これはあの認定講師でなかったもね、一般の方でもこれを勉強したいということは、ぜひぜひ、いつでもできますんでね、来ていただけたらと思います。